ーストライト USA の TRS モレーブレードマウントブラック、こちらを簡単に紹介いたします。こちらは、カイデックスの、ベルトマウントで、あ、ベルトじゃない、モレーマウントで、このように、同社のトルクシリーズ TMAX シリーズを、モレーの装備、ミリタリー関係のベストとかですね、そちらにを機能、より機能的に使うことができる商品です。で、背面がこのようになっておりまして、この3本、これをモレーの、パルステープとか言うんですかね、そこに通します。通してちゃんとこの下からの受けでロックをかけるという構造ですね。では実際にこちらのベストにつけてみましょうか。ちょっとここからグダグダタイムになってしまい申し訳ないと思います。その前こちらトルクシリーズに、こうやって多分こうやってつけるからこう入れたいので、ここですね、ここにトルク用の付属のアダプターを付け替えましょう。これはもう差し替えるだけですね。こういったパーツがちゃんとついているので、非常にいいですね。よいしょと。よいしょ。ちゃんとロックしておきます。で、こっちでライト側はおしまい。では次。つけます。まず最初にちゃんとしっかりと広げておいて、それでこちらの3本の爪ですね、これをつける位置をしっかりと狙いを定めて、どうやってつけていったらいいかな、ここの 1,2,3 箇所こちらに通します。こういうのをね、さっき練習してて思ったんです。一丁前に練習してますけど、練習してる割にはこのざまですけど、モレーやっぱつけるの大変ですよね。つけたら最後的なとこあるじゃないですか。着脱可能とかよく言いますけど、これは売り手側が言うのはどうなのとか言われちゃう話なのかもしれませんけど、アリスクリップ90年代までやってた、そちらからまあモレーシステムになった、モールシステムとか言いますけど、以上、そこからの進化というかな、もう少し日本の合体超合金をの技術を見習ってほしいなというのはあるけど、皆さんもサバゲー行かれるときに毎晩、前日にやられるんですよね。こうやってあらかじめつけとこうみたいな感じで、このゆっくり音楽でも聴きながらやったら楽しいでしょうな。そんなわけで、実際に着用して、なるほどという、もうやってみましょう。よいしょ。よいしょ。
ちら先ほど用意してたものじゃない、こうか。これをちゃんとロックを解除しておこう。よし、よし。そしてこれを、下向いてた方がいいな。でボタンを、こちらのボタンを押すと。前方も照らせると、いい感じかもしれない、かっこいいじゃないですか、ね、ということでボタンどこだ。ちょっとすいません、最初は慣れれば分かりやすいですけど、まだちょっと慣れていないので、こうやって実際にこんな感じのセットで何て言ったっけな、US 米軍のですねメディックチームには数万という規模で、納入されているようです。実際に救助活動を現地で行うような人たちが実際にファーストライト USA の製品を使って人命を救助していると、そういうものです。ということで今回ちょっと TRS モレーブレートマウントブラック、こちらを簡単に紹介させていただきました。もしよければ検討お願いします。